こんにちは。今日は、ポトフ作ったので食べていきたいと思います。大好きです、ポトフ。めちゃくちゃ美味しそう、簡単で美味しくてうまいので、ポトフはすごい大好きなんですけど、今日は具材はソーセージとベーコンと白菜とブロッコリーと、あと人参、玉ねぎ、じゃがいも、鶏肉としめじ入れてます。じゃがいもと人参と玉ねぎはもうあのセットでもう切ってあるやつ買ってきました。で、行こう。お腹空いちゃうんで、いただきます。いただきます。ポトフ作るの久しぶりです。楽しみです。うん、うん、めちゃくちゃうまい。あ、今日はご飯はもうおかわりするのがちょっとめんどくさいので、もう詰めてみました。めちゃくちゃうまい。スープ飲みます。うん、スープうまい。あ、ベーコン入ってるって言いましたっけ。ベーコンも入れてます。白菜もすごい、トロトロ。うん、うん、めちゃくちゃうまい。玉ねぎ見つけました。人参、うん、じゃがいも、うん、しめじ、うん、ブロッコリー、うん、ベーコンと白菜を入れとけばもう絶対うまくなる。こういうスープとか煮込みとか白菜、うん、うまい。うん、ベーコン、この旨味ができったベーコンもめちゃくちゃうまいですね。鶏肉、うん、うん、うまい。うん、ちょっと見えないですよね。もうスープはもう旨味と油でキラキラ輝いてる。うん、うまい。うまいです。このスープは本当にうまい。野菜もいっぱい取れるし、作るの簡単だし最高ですね。うん、このコンソメ系の味がとっても好きですね。うまい。うん、うん、ごちそうさまでした。あー、美味しかった。お腹いっぱいです。ポトフ久しぶりに作ったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。いや、ポトフ大好きです。
美味しいし簡単だし野菜とかもいっぱい食べれるし最高です。美味しかった。またちょっといろいろ作って食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。